MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。日韓議員連盟の河村武雄幹事長は、今年5月26日の朝鮮日報とのインタビューで、日韓両国の企業と国民の寄付で、自称元徴用工らに慰謝料を支給するとしたムン批判案が廃案になったことに関し、第20代国会で廃棄されたムン批判法案や、これよりさらに進展した案が、次の韓国国会で通過すれば、安倍首相はムン・ジェイン大統領と首脳会談をし、輸出規制が解けることになるだろうとし、ムン批判法案が座礁したことは遺憾としながら、韓国の次期国会が両国関係を改善する法案を継続して推進することを注文したそうですが、日本の国会議員が韓国の法案に注文をつけるなどもってのほかで、韓国議員かと思わせる発言をして、完全に日本政府の外交方針を逸脱する蛮行を堂々として見せました。日韓議連といえば、2017年12月11日、日韓韓日議連合同幹事会にて出された共同声明で、外国人地方参政権付与を明記し、日本が迅速な法整備に向けて努力すると全会一致で採択されていました。また、韓国によるジーソミア破棄決定後、2019年9月2日にイナギョン前首相と会談した河村幹事長は、ジーソミア破棄とホワイト国除外をセットで元に戻すことを提案されたと、韓国に忖度をした発言をしていましたが、韓国政府から事実ではないと反論されてあえなく撃沈。さらにこの会談では、ホワイト国リストに韓国を戻す件に言及したイナギョン前首相に対し、前提は徴用工だと発言。これは、ホワイト国除外は、韓国側による軍事転用可能物資の管理体制不備に起因した安全保障上の措置であり、徴用工問題とは関係ないと繰り返し説明してきた日本政府の見解を無視した発言をしていました。韓国紙東亜日報は、9月15日付で、日韓議員連盟幹事長、日韓関係への右翼の影響は減るだろう、本誌会見で明かすと題した日韓議連の河村武雄幹事長へのインタビュー記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。日本政界の代表的な痴漢派とされる日韓議員連盟の河村武雄幹事長は、菅義偉政権の誕生で日韓関係改善に弾みがつくだろうと期待した。自民党二階派の重鎮である河村氏は、安倍晋三首相に韓日の懸案について随時報告する日韓のパイプ役を果たしてきた。河村氏は11日衆議院会館で東亜日報の取材を受け、韓国の重要性を強調する二階俊博議員が自民党ナンバー2の幹事長に留任する可能性が高いのは肯定的な信号と述べた。ただし、元徴用工問題と関連しては新しい動きがあってこそ関係改善に進むことができると強調した。菅政権は韓日関係をどのように扱うか。日韓関係は誰が首相になっても解決しなければならない課題だ。菅氏が首相になれば関係改善に向けて努力することだろう。安倍氏が依然として影響力を発揮するという見方もある。外交問題を安倍氏に相談することはできるだろう。しかし、次期官房長官が誰になるか、外相がどんな態度を見せるかなどを考慮すれば、韓国に対する外交政策が今までと全く同じではないだろう。日韓関係の改善を目指す議員である私たちが、関係改善に向けて様々な行動をすることが非常に容易になるだろう。菅政権と安倍政権の最も大きな違いは何か。安倍氏は右翼団体日本会議やその周辺の保守の人々の影響を受けやすい環境にあった。喧嘩までいかなくてもかなり似たような影響力を及ぼす人々が安倍氏の周辺にいたのが事実だ。しかし菅政権は違うだろう。菅氏は韓国に非常に強硬だと伝えられている。安倍政権の下で7年8ヶ月官房長官を務めたのでかなり影響を受けたことだろう。安倍政権を継承するので当分の間徴用工問題や輸出規制では変化はないだろう。しかし
韓国に対するホワイト国、輸出管理優遇国への復帰など様々な解決策がある。菅氏は首相になればきっとこのような情報を集めて判断することだろう。菅氏は元徴用工問題をめぐって報復措置を繰り返し言及した。安倍政権と新政権の状況は異なる。韓国側が元徴用工問題と関連して現金化を許可するのか、日本の輸出管理強化に対する世界貿易機関 WTO への提訴の進行状況など、さまざまな状況を見て対応することだろう。韓国に媚びる？それとも韓国に迎合する？日本の国益よりも韓国の国益を尊重していると思わせる日韓議連。さまざまな日韓問題に日韓議連は首を突っ込んでいますが、問題の解決には程遠いことばかり。韓国政府の理不尽で不条理な言いがかりや条約や協定、約束事を保護にしていることにはだんまりを決め込むところか、韓国政府を忖度します。一体何のために存在しているのかと思います。日本の国益に沿う主張ができない日韓議連は早期解散すべきです。それに仲良しクラブに税金を使うのは言語道断。国会議員は日本の国益、尊厳、生命、財産、自由と領土を守り、国民を豊かにすることが使命です。それができない日韓議連は無用の長物なのです。菅政権が自民党二階派に乗っ取られると、安倍政権とは違い、旧体制の謝罪外交になる恐れが生じます。韓国政府に毅然とした態度を突き通せるかが、菅新政権の腕の見せ所になるでしょう。そして、日韓議員連盟の河村建夫幹事長を遠ざけることができるかが鍵となるでしょう。今後が楽しみです。MHK 報道局でした。チャンネル登録をお願いいたします。コメントや高評価をしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。今回はドナルド・トランポリンさんと桜井よすこさん、そして私、ひらひらくりきんとんからご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組はファクトに基づきお伝えしていますが、YouTube 側の広告審査で多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこで、この MHK 報道局を YouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。また、チャンネルメンバーにならなくても何も変わらず、今まで通りに、この MHK 報道局の番組をご視聴いただけますので、ご安心ください。